ラーメンに二郎というものがある。いや、ラーメンと呼んでいいものかは議論の分かれるところであるように思う。強く支持する者の言葉を借りれば、それはラーメンではなく二郎という食べ物ということになるからだ。ラーメンという種別を離れ、新しい枠組みを生み出し、一度食べたものを虜にさせる。もう超うまいものなのである。昨今の東京は流通もよく、店で使うような質のものも手に入れることができる。店には及ばないものの、かなり近い形で作り上げることができる次第だ。煮汁の作り方。豚骨を使うなら切断済みのものがいい。自ら叩き割るのも骨である。まずは下茹でをし、血抜きをする。これをしないとアクが多く出て独特の匂いを発するが、それを好むのならこの工程は必要ないということになる。豚肉の脂身をこそいで背脂の代用とする。脂身の多い肉を選べば、なかなか立派な脂が取れるものである。豚骨、脂身、豚肉の塊、ニンニク、青ネギ、キャベツの芯を鍋に放り込み、まずは40分煮込む。豚骨の乳化を進めるためには蓋を必ず閉じておいた方がいいだろう。40分経ったら豚肉の塊を取り出す。煮豚に使うためである。この頃になると煮汁が乳白色になってくる。さらに30分煮込む。ここで豚の脂身を取り出す。後に潰して使うためである。煮込んだものをザルでこせば、豚骨の煮汁が完成する。返しの作り方。次に返しを作る。醤油、みりん、砂糖、塩、化学調味料、刻みニンニクを鍋に入れ、一煮立ちだけさせる。それほど高温にしないのが秘訣だ。ザルでこし、醤油漬けになったニンニクと返しを分けておく。煮豚の作り方。煮豚を作る前に煮豚用の煮汁を作らなくてはならない。ニンニク、醤油、みりん、酒、砂糖、水を合わせ鍋に入れる。これを一度沸騰させておく。ここに最初の煮汁で使っていた豚肉の塊を加え、弱火で25分煮込めば出来上がる。このままでは大きいから、食べやすいように切り分けるといい。麺は西洋のものを使う。これの食感が本物に近いためだ。野菜は大盛りがいい。店に行った時も必ずそうする。煮汁から取り出した脂身は潰して適当な大きさにしておくとよい。用意した器に煮汁、返し、潰した脂身を入れる。さらに麺を入れ、野菜、煮豚を盛り付ければ出来上がりである。なかなか店の味に近くなったように思う。ぜひ試してみてほしいものである。